消費山直と4月26日から1949年8月28日は、昭和期日本の実業家、政治家。南満州鉄道総裁を務め、第二次世界大戦末期の鈴木貫太郎内閣に入閣、ポツダム宣言受託の意思を示した。福島県出身。生家は、四族出身であったが、生活は貧しく小さな水車小屋で生まれ育つ。 藍津中学、第二高等学校を経て、1912年に、東京帝国大学英法科を卒業するとともに、文館高等試験に合格して、南満州鉄道株式会社に入社する。東連対抗事件に連座して一時偽証罪で、起訴されるが、控訴審で無罪となり、満鉄に復帰。理事を経て、1943年7月、満鉄廃イノの人材として、 初めて満鉄総裁となる。鈴木内閣終戦証書への連初1945年4月、鈴木貫太郎内閣の運輸通信大臣に就任する。消費山は8月13日に行われた閣議でポツダム宣言受諾の意思を示した。終戦後に成立した東国の宮内閣でも運輸大臣に留任し、直線の貴族院議員、石炭町長官を務めた。 1946年公職追放となる、合図会会員。この閣議で小比山は、ポツダム宣言について、大井御心に起立するのみ、不満なれども、我が国力及び、内外の情勢より見て、受諾のほかなしと発言した。これに先立つ9日の閣議では、職責の交通、輸送状況が壊滅的であることを説明し、戦争終結には結集の弱り。 条件は、少なきがよし、と発言している。漢方第5624号、昭和20年10月9日。漢方第5781号、昭和21年4月25日。終戦筆、第22章終戦の閣議。鈴木貫太郎電機編纂委員会。鈴木貫太郎電388から462ページ。 朝日新聞1946年10月4日一面。中間畑原水95ページ。中間畑原水、畑春読第二総群終戦期。中間畑原水、高野原神。小畑春読原水を思う。ありがとうございます。